こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は8月の23日ですが、最近は雨も降らなくてとても蒸し暑くって乾燥がどんどん進んでいます。私の畑も 3,4 日お水をちょっといろんな仕事でかけることができなくて、その水不足がお野菜の方に現れ始めました。プランターと違って畑の土ですので、お水が完全になくなってということではなくて、掘っていけば土は湿っていると思います。しかしこの温度の高い時にお水が欲しいお野菜にとっては大変しのぎにくい暑苦しい毎日だと思います。その水不足の兆しが現れ出しました。そのお野菜をちょっと見ていただきましょうか。この左手に植えてるのが下仁田ネギなんですが、もみ殻の下にはぼかしを振りました。そしてもみ殻を入れることによって、もみ殻と土と混ぜて、それから土規制をしようかなと思ってもみ殻を上に振ってありますが、おネギ類は夏場はあまり成長はしません。でもお水が足りなくなるとさらに生育がストップします。全然水がないわけではなく、このように湿ってはいますが、もっとお水が欲しいと思います。でもまあ夏場はあんまりネギ類は太らないので、枯れない程度には湿ってる、最低限湿ってるということは大事かと思いますが、これお水をあげると元気に生き生きして根の張りももっとぐんぐん伸びていくと思います。こちらが、石倉一本太ネギですが、これもひょろっとした感じであまり周りに大きくはなっていないですが、ここまではこのようにぼかしを入れてますけども、この範囲の間にぼかしを振って、もみ殻を振って、それから土と混ぜ合わせて土規制をしようとは思ってるんですが、土規制の以前に水やりをするともっと元気にはなると思います。危ない。この暑い時期はやはりお水をかけてあげて気持ちよく過ごさすっていうことが大事かなとは思っています。では次にお茄子を見ていただきます。お茄子も4日ぐらいお水をやっていませんので、葉っぱがまず小さい、葉っぱが小さいのと、肥料分は花の状態見ればいいと思います。ちょうどほら、いい具合。ただ葉っぱが小さいです。お水をやってないので。下葉はだんだんこのように枯れてきます。自然に、本当はこのように自然に枯れるまで待つんでなくて、いらない葉っぱを先にのけてあげるとお野菜が気持ちよく養分が上に上がってきますので、もっと手をかけるということが大事かと思いますが、なかなかこのようないらない葉っぱを取る時間が最近なくて、土作りに、それと別の用事にあっち走りこっち走りで、お水をかけないので、このお茄子の色がもう全然ツヤがなくなってきました。全然違うね。全然違う。こんなに変わるかいうぐらいではないね。もう多分カラッカラやと思います。4日この暑い炎天下の中お水をかけないというのは、土の中はカラカラ、全然湿ってないわけではないですけど、お茄子は特にお水がいるお野菜ですので、お水がないとこのような実にだんだん変わってきます。実もそうやけど、葉っぱのツヤとか、葉っぱの大きさとか、葉っぱのツヤは割とまだないことはないんですが、葉っぱが小さい、ほら周りが元気になったらこういう形で紫がこう出てくるわよね。そうこれが全然少ないというか、まあこれなんかはもう実を収穫した後のいらない葉っぱやき、こういうの早よう取ってあげると、このいらない葉っぱに行く養分が大事な方に上がっていくということで、やはり何のお野菜でも手をかけてあげるっていうことは大事だと思います。とりあえずは水をかける、それからいらない葉っぱを取る、いらない枝ものける。枝が多いほど実の栄養が少なくなっていきますので。次にピーマンを見ていただきましょうか。ピーマンも全部を鳴らしていますので、摘果してないですので、実の形は良くなりました。けど、養分が少ないと思います。
葉っぱがちょっとこのように下に垂れてるのはお水が足りない。お水が足りてくるともうちょっと元気に上向いてくると思う。ピーマンも大きくなったね。大きくなりました。私の背を越しました。孫と一緒で追い越されました。でも形としてはいいがよ。ほら。ピーマンの皮。これで大きくなればもう上等の形になってくる。ツヤはこんなもん？ツヤもっと見てやればもうちょっとツヤが出る。ツヤが出る。うん。美味しいピーマンが取れるけど味はいいがね。ピーマンは水もそうやけどこれ養分が足りんかもしれん。養分というか摘果したりとか、うん、まあそう、ね、実の数を減さんって考えよう。そうやね。実の数を減すにはこのいらない枝をのける。全部残してるのでそれで実がつきすぎるっていうのがあるけど、ちょっと手入れしてるみたいなね。手入れがやっぱりお野菜はどの野菜も一緒なんですが、後の手入れっていうのがいかにするかしないかで実に現れてきます。それでは次に里芋を見ていただきましょうか。タケノコ芋と八つ頭を植えていますが、お水が足りないので葉が横に倒れてきだしました。そして水分足りないので葉の先がこのように枯れ始めました。これはもう完全にお水が足りないということです。里芋と里芋の間の地面も割れてきだしました。どうやね、もう完全にお水が足りない。早くたっぷりめのお水をかけると。今日はかけて帰ろうかなと思う。こうなるとツヤがなくなる。だんだんとちょっとこう、ほんとツヤがないっていう感じだね、うん、今この夏にお水をどんどんやることによって秋口の収穫がいい里芋が取れるか取れんかにかかってるので、夏場の水やりと肥料やりは大事だと思います。そうだね。今年のそのタケノコ芋はむちゃくちゃ大きい木、むちゃくちゃ大きいし、大きい芋が一株にいくつも取れそうな感じ。ほら、ね、少なくても3個4個は大きいのが取れそう。だから今水をかけて肥料をかけて土規制をしてということを繰り返すほど上に長くなってくるタケノコ芋が収穫できるので、今の時期が一番大事なんですよ。でも今の時期に次の秋作用の土作りも必要になってくるので、なかなか一つの体であっちもこっちもてんてこまいをしてます。それで土作りするにはこのくんたんっていうのも大事ですので、たくさん欲しいのでくんたん作りに一生懸命やってると、こっちの肝心な方の手入れがおろそかになるっていう、もうてんてこまいしてます。まあ頑張ります。お野菜を見ていただいたように、この夏場の3日だけやらなかった土もですが、お野菜の元気さがまるっきり違います。例年だと今頃は1、2回の台風が来てたっぷり雨が降って土がよみがえってくるんですが、いいのか悪いのか今年は台風が来てないですので、ホースでたっぷりやったつもりなんですけども、表面だけになってるかもしれません。まあそれでも気長くたっぷりと思うぐらい、たっぷりすぎるぐらいの水をかけていこうかなと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。おネギ類は夏場はあまり成長はしません。でもお水が足りなくなるとさらに生育がストップします。お水をかけないので、このおナスの色がもう全然ツヤがなくなってきます。全然違うね。全然違う。こんなに変わるかいうぐらいではないね。もう多分カラッカラやと思います。よっかこの暑い炎天下の中、お水をかけないというのは。おナスは特にお水がいる。やはり何のお野菜でも手をかけてあげるっていうことは大事だと思います。ピーマンも大きくなったね。大きくなりました。私の背を越しました。孫と一緒で追い越されました。水分足りないので葉の先がこのように枯れ始めました。完全にお水が足りないということです。里芋と
里芋の間の地面も割れてきだしました。たっぷりすぎるぐらいの水をかけていこうかなと思っています。